こんにちは、鶴巻温泉治療院の溝口です。インフルエンザ菌のお話です。インフルエンザの原因といえばウイルスと相場が決まっていますが、インフルエンザ菌という細菌もあるのです。この菌はヘモフィルスインフルエンザという名前がついていて、ヘモフィルスとは血を好むという意味で、血液成分のあるところだけで増殖できる菌です。この菌は風邪症状と同じで、気道、呼吸器感染症、子どもの髄膜炎などを引き起こします。この菌の中でもタイプ B インフルエンザ菌は症状を重症にすることが分かってきました。アメリカではこのインフルエンザによる髄膜炎、敗血症、骨髄炎など全身性感染症で死に至る病なのです。このインフルエンザ菌が耐性を獲得し始めたことが問題になっているのです。特に子どもの細菌性髄膜炎を起こす三大性病原菌のタイプ B インフルエンザ菌、髄膜炎菌、肺炎連鎖球菌とともに最適な抗菌剤アンピシリンが効かなくなってきたのです。日本でも1975年に初めて東京でこのアンピシリン耐性インフルエンザが見つかって以来、ある調査では2年ごとに倍ずつ増えているそうです。新しく開発された抗生物質にも耐性のある菌が次々見つかり、サルファ剤、クロムフェニコール、テトラサイクリン、アンピシリン、トリメトプリムの5剤に耐性のインフルエンザ菌も分離されているのです。